皆さんこんにちは、 D ドライブのゆきです。私はですね、こちらのピックを使ってるんですけど、私のオリジナルピックですね。 ESP さんがから発売されております。スモールジャズ型でビニールナイロンの素材なんですね。それでまあこういう風に、バンド名と名前と、こっちにはですね、まあ、こんな感じで ESP のロゴと D ドライブのロゴが入ってるんですけど、で厚みは 1.0 です。でこちらはですね、まあ、ビッグボスさん、全国のビッグボスさんとかネットでも購入できるんですけど、はい、今回ねピックを変えてみようかなと思って、今日はねいろんなピックを試して弾いてみたいと思います。ということで、ピックを取り寄せてさせていただきました。こちらねサンプル、ピックのサンプルなんですけど、こんな感じでいろいろサンプルを用意してもらいました。これ分けてみたんですけど、厚さ別にこれが、ここが 1.0 で、これ1枚だけあるのは 0.88 で、これ 0.8 で、これが 0.7 です。私今まで使ってたこのピックが 1.0 なので、 1.0 から試したいと思います。いろんな形とあります。で素材は今回3種類をお願いして、ウルテムと、ポリアセタールとセルロイドの3種類になってますね。じゃあまずこの青いやついきたいと思います。まあ、1.0 なんですけど、前私が使ってた 1.0 よりもこんなに大きさが違うんですよ。こんなに違うので、なんかまあしなる感じはしますね、ちょっとだけこっちよりは。でこれはポリアセタールですね。形はちょっとこんな感じで、ほんと涙型って感じですね、これ。よし、いきましょう。めちゃめちゃポリアセタール感ですね。結構弾きやすさがありますね。形がちょっと自分の手に馴染まないかもしれない。ファーストインプレッションはそんな感じですね。次はこちらです。あ、この形使ったことあるウルテムのジャズ型で、ちょっと自分の使ってたやつよりも大きい感じですね。一回り大きい、一回り二回りぐらい大きい感じで、これも 1.0mm。 ちょっと弾いてみよう。ちょっと、でも弾きやすさはあるぞ。ですね、これ結構弾きやすいですね。このビニールナイロンっていうのはちょっと音が結構ギャンギャン言う感じなんですけど、個人的に。でこれはめちゃめちゃ削れるのが早くて、まあでも音はね結構好みだったんですけど、めちゃめちゃ削れるの早いから、もうちょっと耐久性の良いものがいいかなとかも思っちゃったりしてね。でもウルテムがだから今回ちょっと注目してるんですよ。でも結構やっぱウルテム好きですね。今までもね試してみたことはもちろんあったんですけど、次もウルテムで形違いですね。さっきのピックと、さっきのピックがジャズ型のに比べて今回はこんな感じですね。わかります？こんなドロップなんですけど、割と上がピシッとまっすぐな感じですね。
結構いいかも。これもいいかも。これも結構いいですね。手にマッチする感じがします。今度はティアドロップなんですけど、すごいスモールなタイプですね。自分のスモールジャズ型と同じぐらいか、ちょっとだけ長い感じかな。これポリアセタールですね。結構、あ、なるほど。すごい耐久性いいんですけど、やっぱ自分のちょっと音の好みとやっぱちょっと違うんですよね。なんかちょっとなんかなんて表現したらいいんだろう、すごい早弾きとかするのに向いてそうだよね。これは言葉ですごい表現できないんですけど、音が違うじゃないですか、やっぱね。このピックの素材とか形とか、この先の形とか、まあ、厚さによってもちろんそうなんですけど、私はあれなんですよね、ポリアセタールとかよりもセルロイドとかウルテムの方が音結構好みなんですよね。でもめちゃめちゃ耐久性はいいと思います。そうですね、これは私のピックと全く一緒の形なんですけど、素材がポリアセタールってことですね。で色黒ですけど、多分セイジさんはこれの白になってるんやな。これはこのポリアセタールかな。なんかセルロイドがなかなかないぞ。ないな。これもポリアセタールだと思うんですけど、こういう形で、あれさっきも似たような形があったが、どうのかちょっと違うんだね。あ、同じ形？あ、同じ形で素材違いだ。さっきこれのウルテムがあったんですけど、これのポリアセタールということで。では次は、あ、これこの形好きそうかも。こんな感じですね。まあ言ったって普通のあれかティアドロップだけど、ちょっとさっきとかのに比べると短いのかな、ちょっと短いのかな。うん、一緒だった。よし、違うかったかもしれない。次は、あ、いい感じのサイズ感。さっきの、まあ、自分と同じやつのジャズスモールジャズ型よりほんのちょっとだけ大きい。あ、このサイズ感いいかもしれない。いいかも。あ、これが 1mm の最後だ。こういう形のポリアセタールですね。あ、ちょっとこれなんかさっき弾いてきたようなティアドロップよりも長さが短いね。若干長さが短い。
もちょっとだけ形が違うかな、違和感かな、なんかどれが良かったか覚えてない、どうしよう。これ1個だけあるんだけど 0.88 ウルテム、私ねこれ使ってたことあるんだよね実は。この形どれだっけ、 ESP さんの、あ ESP のこれだよね、これと一緒だと思うんだけど、これもウルテムだから、そうだこれ見たことあるかな、 ESP ビッグボスとかで皆さんこれと一緒だね。やっぱりこれも弾きやすいな。じゃあ次は8mm、 8mm じゃないの、 0.8mm にね、いきますね。なるほど、厚さが変わるともう音がぐっと変わりますよね。今度はティアドロップのウルテムの、0.8mm。私結構ピックを深めに持つんですけど、それだったらちょっとこの長さってやっぱ長いかもしれないですね、自分にとったら。自分結構手がちっちゃいんで、このサイズ感もすごい好きなんだけど、もうちょっと大きいのに変えてみようかなって思ってる感じですね。続いては黄色いぞ、なんかピックが。これぐらいのサイズ感がいい気がする、すごく。これ結構ありかも。0.8mm ぐらいでいいですね。私ね、だいたい今までめちゃくちゃヘビーな、めちゃくちゃっていうかヘビーなね、厚さのピックしか使ってきてないんですよ。本当にね、ギター始めてね、ギター始めて何年 ?15 年ぐらい ?15 年ぐらい、もうね、いつも、1ミリぐらいか 1.2 を使ってた時もあるし、 1.14 かダンロップので 1.5 とかも使ってたことあるんですよ。ってぐらい、1ミリを切ったことはあんまりなかったんですよ、 D ドライブ初めてね。けどちょっと今回ね、 0.8 か 0.7 ぐらいも視野に入れてみようかなと思ってたんですけど、私多分この丸、ここが丸いのよりここがもしかしたら結構平らな方が好きかもしれない。じゃあこれかな、これはすっごい平ら、ここが、こっちの方が丸いのより好きかも。だけどこれはちょっと長さがもしかしたら長いかもしれないね。結構いいです、結構いいんだけど、さっき気になったこれとはどう違うのかしら、形が。あーなるほどね、こっちの方がちょっと短いですね、縦が。でもこっちの方がまっすぐって感じ、
私今のとここっちの方が好きですね。このちょっと短めのティアドロップ、さっきよりはここそんなにまっすぐじゃないけど、このサイズ感結構好きですね。好きだな。さっきのもちょっと多分似たようなサイズ感だと思うんですけど、真ん中ら辺っていうのかな、普通のティアドロップよりとかよりもちょっと小ぶりって感じ。じゃあこれは、あ、これはさっきのとかと比べると結構大きいですね。でもこれさっきのこの雑型のね、これとかだったら あれなんですよ、こんな感じでサイズ感が結構違うんだけど、こうか、やっぱりこれちっちゃい分同じ厚さでもしなり方がやっぱ全然違いますね。大きい方がやっぱりねしなるんで。やっぱりこれぐらいのサイズ感になるとちょっと自分にとっては大きいかもしれないですね。では 0.7 に行きますが、こうしなりますね、こんなちっちゃくても。しなる分ちょっとピッキングがこれに合わせないと遅くなっちゃう。しなる分遅くなっちゃう。自分はやっぱちょっと 0.8 ぐらいの方がいいかもしれないな。そうですね、リフをズンズン引くときとか、こうやっぱりちょっと厚めのピックが良かったりとか、でもカッティングするときとかはやっぱりね、ちょっと 1.0 じゃちょっときついみたいな、薄くないとってのもあったりなんですけど、もしかしたらね曲によってピックとか変えたりしたらいいのかもしれないけど、やっぱり1個のピックでいけたら嬉しいかな。その間を狙っていくみたいな感じですかね。今のところ 0.8 ミリかなって感じがすごいしてて、でウルテム、素材はウルテムをちょっと考えてたんですが、この形しかない。でちょっともう一回これ弾いてみると、若干ちょっと弾きづらいな。自分の好みがねちょっと分かりましたよ。普通のティアドロップよりも一回りぐらいちっちゃいサイズ感で、で私先がね尖ってる方が好きですね。それは分かってて、その先が尖ってるようなものばかりをお願いしたんですけど、例えばちょっとこれもう結構使っちゃってるかあれなんだけど試して、スティーブ・バイのピックだとこれ使って削れてるのもあるけど、ちょっとここがそんな尖ってなかったんですよ。私結構尖ってる方が好きなんで、自分のスモールジャズ型のやつもこんな結構先が尖ってるんですよね。ですけどね、どうしましょうかね。やっぱりそれでこの自分が今まで使ってきたやつよりもそこまでスモールじゃなくて、中間、ちょうど中間を狙いたいんだよね。分かりましたよ。多分ねこれになりそうです。もうちょっと悩みたいと思いますが、あとこれの素材が何があるかですよね。あとどの素材がいけるのか、あと色が何があるのかとか、また色で音変わるっていうしね。
分これになりそうだな。はい、こちら 0.8 ミリのこの形で、素材はちょっとご相談って感じですけど、もしかしたらポリアセタールになるかもしれない。うん、はい、ということでですね、皆さんなんかすいません、私のピック選びにお付き合いいただいてありがとうございます。ちょっとまたオリジナルピックができるかどうかって感じですけれども、できたらまたねご紹介したいなと思います。では皆さんまた、バイバーイ。